どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、 2月17日土曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、イーグルスと戦いましたが、結果4対3で勝利。2024年初の対外試合、白星スタートです。まあ、この時期は勝ち負け云々よりも、それぞれの選手のアピールが気になるわけなんですが、やはり勝てば気持ちいい。で、その中で初の対外試合、どんなアピールがあったのか、皆さんにご紹介していきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、えー、早速お話をしていきますが、今日の対外試合見どころと たたっぷりでしたね序盤、中盤、終盤、それぞれフェーズに分けて皆さんにご紹介していきますが、まずは先発が青柳投手でした。 青柳投手本人が課題に挙げていたのが、強いストレートを投げること。そういった中で1番小深田選手にはストレート、ツーシームともにばらつきがあり、フォアボールを与えましたが、やっぱり右バッター迎えるとらしさが出てきますね。2番村林選手に対して投げたツーシーム、この精度が良かったですよ。で、追い込んでから高速クイック、タイミングずらして363のダブルプレイ、内野陣もさすがの動きで結果3人締め。まあ、先頭フォアボールは反省材料だと思いますが、ストレートとツーシームの2球種しか投げてませんから、 一つ手応えは感じられたんじゃないでしょうか。さあ、で、青柳投手は予定通り1インニングで調整を終えて2回からマウンドに上がったのが伊藤正史投手。まあそもそも対外試合一発目の青柳投手から始まるってめちゃくちゃ豪華なんですが次に出てくるのが伊藤投手。なかなか見られないリレーです。で、伊藤投手の投球内容ですがこちらもストレート、ツーシームをポンポン投げ込む宣言通りのピッチング。まあ正直伊藤投手のコントロールを考えればまだまだというところでしょうがピンチを背負ったものの無失点2類牽制カットプレー。 ここぞの守備しっかりいい場面もたくさんありましたしチームとしていろいろ確認もできたイニングだったように感じますさあです3回から来ました大注目の門別投手が対外試合のマウンドへ 岡田監督はパリーグ相手に投げさせる。このように明言してましたが、今日の結果どうこうの話ではない。門別投手の背中を押すようなコメントも出してました。そういった中で1イニング目、もう完璧でしたね。とにかくストライク先行でどんどんストレートを投げ込んでいく。キャンプ中継、球場の岩表示、共に150キロオーバーもありましたから、間違いなく140後半は常時計測している中で、この1イニング目三者凡退。左バッターのアウトコース、右バッターのインコース、このゾーンの請球は完璧に近かったですね。抜いた変化球も 1> 1球ぐらいで、したかほととんどストトレートという投球内容で一方、序盤の攻撃ですが、2回まで投げた早川投手がエグすぎましたね。まあ、左で常時150キロ近く投げて、変化球もスライダー、チェンジアップそれぞれコントロールされてましたから、一発目の対外試合でこのレベルで仕上がってるピッチャー来たら正直難しいですよ。ただ、佐藤選手のフォアボールは内容ありましたね。フルカウントからのアウトハイ、釣られることなく落ち着いてました。で、その次、マウンドに上がったのが聖宮投手で、こちらはなんと160キロ近いボールを連発。まあ この時期にいきなり勘弁してくれという二人に抑え込まれ、ノーヒットのサイニングでした。さあ、で、試合は中盤戦突入。門別投手は2人組目でクリーンナップとの対決。1軍経験豊富な選手たちに対しても、ストレート真っ向勝負でしたね。2アウトからヒットを許し、得点圏にランナー背負いましたが、ここでも2塁牽制試してました。も、ま、う、あ、おそらくランナー2塁に行ったら、各ピッチャーできれば試していこう。そんな決め事もあったかもしれませんね。で、最後ピンチではスライダーで三振奪ったんですが、アウトローにストレートを投げ込んだ後のその1球。 これは思わず手が出ますよ。で、解説の福留さんは、変化球でもっと腕を振れればと、このように話をされていましたが、同時に今これだけ投げられるのは素晴らしいと評価してましたからね。とにかく今はストレート、そういった課題を持って投げてる中で、ゴリ寄せてる、もうシンプルにすごいの一言ですよ。そしてこのタイミングでタイガース打線にギアがかかります。ワンアウトから森下選手がセンター前、まあ、一人二打席の予定でしたから、なんとか一本出したい中で結果を残して、大山選手がデッドボールでチャンス拡大。で、ここで佐藤選手ですよ。紅白 2試合で4打数4安打で今日の1打席目もフォアボールですから全打席出塁が続いていたでそんな中初球叩いてレフトにタイムリー、まあ、レフトが弾いたものの最初から森下選手も帰る気満々でしたからね初の対外試合で積極性もしっかり出てまたデッドボールが絡んで梅野選手タイムリー、まあ、梅野選手にとって対外試合は実に半年ぶりバット折れながらではありますが食らいついて結果を残した で、さらに、ワイルドピッチの間に一挙三点。ワンチャンスをものにして、一気に襲いかかる姿は、昨シーズン思い出しますね。さあ、このように三点の援護をもらっての、門別投手ラストイニング。 本当にストレートのコースを間違えません。特に梅野選手のサインに4回首振って、自ら選択したアウトコースまっすぐ、それを完璧に投げ込んで見逃す三振。思わずこれ声が出ましたよ。サイニングを投げて最速150キロオーバー、自己最速151キロですかね。許したヒットは2本で無支球の3奪三振。いやー、上々どころか仕上がってますよ。もう岡田監督がただでさえ、結果じゃないよと、背中を押してる中でこの対外試合デビュー、あっぱれの一言。で、この裏は無得点に終るも、小野寺選手が粘ってセンター いやー限られれたチャンスで結果出してくれますね、まあ、昨日の2軍戦でも最終打席に1本打ってますから本当にただでは終わらないいやらしい選手です、まあ、岡田監督は昨日の時点でノイジーはちょっとあかん肘やから バッティングで痛い言うからな。明日、明後日はあかんやんと、このように話をしてました。で、火曜日にも1軍はゲームがありますから、今の状態では少なくともオープン戦までは出場が難しいかもしれません。とにかく大事に至らないことを祈るのみですが、他の選手からすればアピール機会が増える。もうこの間に誰が爪痕を残していくか。さあ、で、試合は終盤戦突入。6回マウンドに上がったのは漆原投手。岡田監督は変化球ピッチャーだと話をしてましたが、今日はある程度ストレートを軸にしながら、その変化球もコントロールできてましたね。現役ドラ スタッフで入団した選手ですし限られた当番数で結果を残したい立場まずは対外試合いいスタートを切れたんじゃないでしょうか で、この裏は途中からショートに入った小畑選手が力強いライト前、オフから力強い打球を飛ばすことに重きを置いてましたが、対外試合初打席で、まず一本出すことに成功。で、7回は浜地投手がマウンドへ、中継ぎ争いも本当に熾烈です。で、浜地投手に関しては、以前金村元コーチがちょっと心配だと、このように話をしてました。過去のインタビュー映像などを見ても、この時期色々考え込んじゃうタイプなのかもしれません。まあ、ですのでそういった不安は実践で払拭するのみ、でしたが、3連打を浴びて1失点。解説の福留さんも、 キャンプではイマイチと、まあ、このように話をしていたんですが、ここからいかに状態を上げていけるか。 で、この裏には岡田監督が宣言通り、福島選手を代走できよう。そして盗塁チャレンジもありましたが、ここは結果アウト。ただもうこの部分はこれからですよ。思い返すと中野選手もルーキーや、全然盗塁決まらなかったところから、一気に新人盗塁を、チャレンジにチャレンジを重ねれば、一気に伸びる事例というのは近年ありますから、今後のチャレンジもじっくり見ていきたい。さあ、で、8回は岡留投手がマウンドへ、キャンプでずっといいアピール続けてますが、いやー岡留投手、本当にいいですね、まあ。とにかくストレートの力強さが増しましたよ。 150キロオーバーも連発で、ヒットを許したものの2奪三振無失点。最後の外すらフィニッシュも素晴らしかった。そしてこの裏には先頭原口選手がツーベースを放ち、ダイソー上田選手を投入。福島選手だけじゃなく、早くもこの辺りはシーズン見据えた起用になってます。で、エラーも絡んでチャンスは広がり、小畑選手の内野ゴールで追加点。まあ、キャンプでは赤星さんが臨時コーチとして来てくれましたが、ゴロゴーの練習もしてましたし、チームとしていやらしい1点奪うことに成功。さあでラスト9回はシーバ投手が対外試合デビュー。ストレートでどんどん押し、 していく中、スーランを浴びてしまいました。まあ、悔しい被弾になり、最大の武器でもあるストレートを弾き返されてしまいますが、なんとかリードを守りきって、2024年初の対外試合で白星スタート。まあ、変化球に関してはシートバッティングでも投げていたカーブは一つアクセントになっていたように感じます。まあ、おそらく最後打ち取ったのも変化球カーブだと思うんで。でまあ、そういったボールも折り交ぜつつシーバ投手。本来の武器はなんといってもストレートですから。まあ、キャンプ中。疲れも間違いなくある時期、これから一体どんなね。実戦で結果を出していってくれるのか。この点注目していきたいな。 と思いますはい、ということで、今回の動画では、本日2月の17日に行われた、今シーズン初の対外試合、イーグルス戦についてお話をされていただきました。結果は4対3ということで、まあ、いくら対外試合、まだオープン戦も始まってない時期とは言っても、まあ、やっぱり相手がいる中勝てるというのは、タイガーズファンとして気持ちいいですよね。まあ、とにかく今日のゲームで言うと、まあ、佐藤選手がずっと実戦状態いい、これで6打席全部出塁ですかまあ、内容も本当にいいですし、やはりピッチャーなら門別投手でしょう。まあ、3回投げて3回投げて、 三打三振無失点。まあ、岡田監督がまだまだこの時期ストレート勝負を望んでいる中、それを軸としてゼロに抑えているわけですから、もうあっぱれの一言ですよ。で、中継ぎピッチャーなら個人的に岡止め投手光りましたかね。も、ま、う、あ、本当に今年ストレートがかなり強くなってて、まあ、そのボールで押しながら右バッターのアウトコースから逃げていくスライダー。これもしっかり決まっていたんで、も、ま、う、あ、本当に中継ぎ争い。まだまだわかりません。まあ、どの選手が抜け出すかというのも予想できませんからね。まあ、これからどんどん対外試合進んでいきますが、それぞれの選手がどんな。 アピール見せてくれるか、まあ、おそらく現時点の報道で言うと明日18日村上投手も投げるんじゃないかっていう話がありますからね、まあ、先発中継ぎともにどんどんピッチャーも出てきますどんなアピールを見せてくれるのか注目していきましょう皆さんは今日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者53,400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ。チャンネル登録者5万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。まずは2024年、初の対外試合白星スタート、明日以降のゲームも引き続き注目していきましょう。ではまた。